じゃあ、10時50分なので、最終日の講義始めたいと思います。実習やるんですけど、その前にちょっと昨日の復習というか、田口さんといろいろ面白い議論ができたので、そこら辺をもう一回まとめてみました。データ構造がどんどん複雑化していく、過程で、どうやってデータを扱っていけばいいかっていうのを、現状をちょっとまとめたんですけど、例えばシングルセルオミックスって僕がやってるデータだと、遺伝子×細胞っていう行列がまず基本的に出てきます。でこれが、細胞というか細胞型ですかね、ここで言うと、この行列がなんかいろんな実験条件で複数発生してくるってなると、3回転素で奥行きが出て3回転素になります。でその細胞の別のオミックスデータっていうのもあって、ADNA じゃなくて DNA を見るみたいな実験もありますし、あとは、空間上で体の組織切片のどの座標にどの細胞がいるかみたいなのを特定する技術もあるので、こういうふうにこう細胞に関する別の情報っていうのが他にも出てきたりします。また遺伝子に関しても、田口研がよくやるとは思うんですけど、エンリッチメント解析、パスウェイ解析みたいな遺伝子に関わる情報がありますし、遺伝子と遺伝子っていうのはなんかね、制御関係でネットワークになっているので、そういった情報もありますし、それら下流の遺伝子の機能みたいな情報もあったりします。こういう感じでこう現実世界のデータってすごくいびつな構造をとっていて、こうぐちゃぐちゃぐちゃってこういろんな情報が あるわけですね。1個のきれいな、ハイオーダーな転送にはなってないんですね。こういうのをどうやって解析すればいいのかっていうのが、僕の興味でして、でなんか現状どういう取り組みがあるのかっていうのを簡単にまとめてみました。でその前に転送でネットワークっていうのをまず紹介したいと思います。ちょっとこの話してなかったんですけど、しなくても説明できたんで省いたんですが、データ構造が複雑化すると転送ネットワークで書いた方が分かりやすかったりするので、これをちょっと紹介しますけど、ゼロ回転ソルっていうのは、長さ1のベクトルなんですけど、でベクトル、が、1回転ソルで、行列が2回転ソルで、通常あえて転ソルっていう場合は3回以上の転ソルになると思うんですけど、転送ネットワークっていう書き方だと、この、次元のサイズをこう、まずこの次元をこう、こういうノードに生えたエッジとして書きます。これをテンソルの足というんですけど、でこの、足にこの次元の、サイズだったり、またはなんかそのアルゴリズムでこう添え字としてここに何回もアクセスするみたいな感じであれば、 i とか j とか k とかそういう文字をここに書いたりします。 i1×i2 の行列はなので転送ネットワーク的に書くと、こういう i1 という足と i2 という足が2本伸びている状態になります。足の本数がその転送のオーダー回数です。で3回転ソルも同様に i1、i2、i3 っていう足が生えた状態が3回転ソルです。これは量子コンピューターとかで物理の人とかも、転送ネットワークとか使ってるんで、かなり物理でやられてるところだと思います。転送ネットワークを使っていろんな計算を表現することができて、例えば内積っていうなんかスカラー値が出てくる計算ありましたけど、ベクトルの内積で言うなら、ベクトル X とベクトル Y を内積を取って Z という、スカラー値を取るっていうのはこういうふうに書くことができます。
まあ、数式で言うと、XIYI っていう、要素をかけて、スカラーチにするっていうことをやっています。ちなみにアインサムっていう、Python で言うとナムパイとかで実装されている関数があるんですけど、それを使うと、この添え字だけで、この計算を書くことができて、例えば X の I 番目の要素と Y の I 番目の要素というのを全部こう掛け合わせていって1個の数値にするっていうふうに、ここで添え字を書きます。でここに扱うデータを書きます。これはまあ X の I 番目と Y の I 番目というのを全部掛けて、右矢印のこの後に添え字を何も書かないということは、なんか足を残さないっていう意味で、まあ、スカラーチになるということですね。あとは外積、外積っていうのは、外積直積っていうのは、すべての足を残す演算になります。行列 X の、足が J と I で、行列 Y の足が I と K で、まあ、I っていう共通の、モードがあったとしたら、直積を取るってことは足を、ここでなんか一度でも登場した足っていうのは I と J と K なので、その足を全部残すっていうのが、外積直積になります。数式で書くとこうですね、 IJ と IK で IJK っていうのが残るという。縮約積っていうふうにこう中途半端に足を潰すような処理っていうのは、例えば X は、JI で Y が IK だとして、共通する I があるんですけど、共通する I は潰して、共通しない足は残すっていうような処理をすると、こういう足が、I のところが潰れた状態っていうことになります。数式で書くとこうですね。あとトレースっていうのは、自分自身とこう輪っかをつなぐっていうふうに書きます。でこれは、必ずスカラーチになります。輪っかになるなったら、その足は潰れるっていうルールで、考えると、トレースを取るとスカラーチが出てきます。でこれまでの講義で紹介した行列テンソル分解っていうのは、このテンソルネットワークで書くことができて、例えば行列が2枚あったらどうやって解析するかっていうのが昨日の話の最初の方でありましたけど、N×P の行列 X、N×Q の行列 Y っていうの、この行が共通している 2枚の行列がこうあったとします。それらをどうやって解析していくかっていうのは、まあ、いろいろあって、単に2枚の行列くっつけちゃえばいいじゃんっていう話も出てきたと思うんですけど、それはこの、共通する足の N は残して、共通しない部分は足し合わせてるっていう状態ですね。まあ、横に 連結するので、その分列数は長くなりますよね。こうすると1枚の行列になるので、普通に行列分解が適用できて、U シグマ V 点値みたいな特異値分解で書くとこういうような状態になります。でこの R っていうのは圧縮次元ですね。フルランクで計算する場合もあれば、打ち切る場合もあります。あとは、PLS とか CCA とか、一回こういう、クロス積行列を取って、特異値分解するようなやつは、一回このクロス積行列で N のと足が潰れてますね。なので縮約積が一回取られていて、でその後トレースの計算をするので、輪っかが出てきています。で、NMF だったりグループ ICA だったり、そういう何、ていうんですかね、複数の行列があったときに個々に分解するんだけど、お互いに関連付けもするみたいな、分解の仕方は、積を取って1個の
行列転送でまとまるわけじゃないんですけど、X は X、Y は Y で個々にこういう分解がなされて、その時のこの Y は共通のものと捉えます。あと、オーダーをこう1個上げて、3回転送として扱うっていうのも、やられていて、なんでこれ外積ですね。出てきた、足をすべてこう残しておくっていうことをすると N と P と Q の足が出て、それに対して転送で分解するとこの足ごとの、パターンを意味する因子行列たちが出てきます。はい、で昨日ちょっと話題になったそのグローバルな分解とローカルな分解っていう言い方が結構なんか便利だなと思って、今後使わせてもらおうと思います。田口さんが言いたかったことは、まあ、僕はあのローカルな分解を、結構多めに紹介していて、まあちょっと行列で説明しちゃいますけど、こういう例えば行が共通する、ベクトルがこう X1 から X2、XM っていうふうにこう M 個出てきたとして、で個々に分解する、ただし分解して出てくる因子行列は、互いに共通のものを持っているっていう仮定を置いて解くっていうことを していて、でこういうのをまあローカルな分解と、まあ呼ぶとします。一方で、まあ、グローバルな分解っていうのは一個に連結しちゃえばいいじゃんっていう話ですね。 N っていう次元は揃っているので、この行方向にバインドできるわけですね。で1個の行列ないし転送になってしまえば、普通の、まあ、どの言語でも備わっているような転送分解の関数適用すれば、まあ、こういうふうに分解できるので、で同じ形のものはこう出てくるし、目的関数としては同じなんですけど、アルゴリズム的には上は一気に計算する方で下は行列個々に計算するっていうので、まあ、違う解が結果としては出てきます。で上はまあ、いびつになってくると欠損部分が生まれるので、そこは、マスクするっていう方針になると思います。でローカルな方は、まあ、欠損部分はそもそも数式に出てこない、観測された部分だけを分解するという方針になります。はい、というのはまあちょっと事前知識として話しておいて、でデータが複雑化していく過程で、どういう行列転送分解をやっていけばいいんだろうという話なんですけど、まあ、理想としては一番簡単なのはまあ転送がきれいにオーダーが上がっていってくれれば嬉しいんですけど、例えばなんか昨日何でしたっけ、なんか遺伝子発現×バイオロジカルレプリケート×時間×性別×なんか処理を行ったか否かみたいなんですよね。あれだからもしなんか全部のモードが同じ意味であれば、あれはきれいに誤解転送になったんですけど、でもバイオロジカルレプリケートってなんていうんですか、同じマウスを使っているわけじゃない限りは別条件の中マウスを生み出すことはできないじゃないですか。パラレルワールドになっちゃうんで、なので。まあ、しかもなんか計測数もなんかこの転送とこの転送が違ったりとか、まあ、そういうのがあるので、これができるのはなんか全ての転送が同じ形をしていて、それが3個同時、発生するみたいになると、こうオーダーがもう1個上がるっていうので、より高解な転送になるんですが、なかなかそのこういう状況が作りづらいっていう問題があります。一応転送でネットワークでこう書くと、例えば足が A、B、C ってある
X テンソルと、A、同じ足を持っている ABC で Y テンソルがこう出たときに、これらがなんかこうバイオロジカルレプリケートでも条件でもいいんですけど、まあ、複数こう あるので、こういう状況では第4の足が生まれて4回転送になります。でそうするとその4回転送に対して転送分解をすることができます。でこのメリットとしては、まあ、結局1つの転送なので1個の転送に対する転送分解の実装というのは結構、どこでもあるので、R でも Python でも Julia でも計算できて、すぐ試せるっていうのがメリットかなと思うのと、あと僕はよく知らなかったんですけど、個々に解くより全体を一気に解いた方が計算の収束が早いっていうのがなんか言っていたので、まあ、そこもメリットだというのをまあ昨日知りました。デメリットとしてはだからこの状況はなかなか作れないってことですね。同じサイズの転送が過不足なく用意できる状況をなかなかバイオの実験では作りづらいっていうのがあります。もう一つは、テンソル縮約といって、まあ、なんかこういういびつになっちゃってるものがあるわけじゃないですか。こう例えば片方は3回テンソルだけど、もう片方は2回テンソル行列になっていて、で、まあ、ここの縦のモードだけが共通しているっていうときに、転送ネットワーク的に言うと、まあ、足 ABC と CD がある2つの転送があるわけなんですけど、まあ、ここで C は共通するわけなので、こういう共通する足がある場合は、縮約じゃない、外積を取ることによって、全部の足をこう残して ABCD という転送を作り出すことができます。そうすると、転送分解を適用することができます。で、これもメリットとしては1個の転送なので、すぐ計算ができますし、ローカルより収束が早いっていうのと、あとデメリットとしては、この縮約は掛け算でデータサイズが大きくなるので、まあ、なんていうんですかね、この登場人物がどんどん増えてくると、この最終的に出てくる、テンソルのオーダーが大きくなりやすくて、あと掛け算を繰り返していくと値が大きくなるので、まあ、そこら辺をどこまでできるのかっていう心配があるのと、あと足を潰すっていう考え方もあって、まあ、CCA とかも潰してますよね。例えば、PN と NQ をかけて PQ にしてから行列分解するので、まあ、1回 N っていう足を潰したことになるんですけど、まあ、ただどの足を潰していけばいいのかっていうのは、まあ、必ずしも自明ではなかったりもします。であと、グローバルとローカルで、グローバルの方が収束が早いっていう話と、もしかしたら近い話題としては、CP 分解を最適化するにおいて、オールアットワンス型の推定というのがありまして、転送で X から、因子行列 ABC を分解するっていう形を、最適化問題としてこう解くときに、この関数のA の勾配、B の勾配、C の勾配っていうのを全部一つの、ベクトルとしてこうまとめておいて、これを一度に推定するっていうのが、オールアットワンス型の CP っていうのがありまして、まあ、普通のよく使われている CPALS は A を更新して B を更新して C を更新してっていうふうにこう ABC、ABC っていうのをこう逐次的に計算していくんですけど、この計算の場合は ABC を全部一気に推定するってことを行います。でこの、研究の報告としては、それをやった方が逐次的に推定するより収束が早いということが、まあ、言われていて、まあ、ただその代わり計算自体も、遅くなりやすいというようなことも言われているので、
なんかこのグローバル、ローカルの話はもしかしたら収束速度と決算速度のなんかトレードオフみたいな構図になってるのかもしれないなと思いました。あ、これはいいや。あとはCMTF みたいになんかローカルに解くっていうやり方としては、もう一回このいびつな構造を出しますけど、3回テンソルと2回テンソルで、じゃあ、まあ、テンソルネットワークで書くと ABC と CD っていうので、おのおの分解するけど、この共通する A3 は共通と、見なすというふうにすると、まあ、ローカル型の分解という名前になるかなと。このやり方のメリットとしては、何か前処理をしないので、今あるテンソルをそのまま分解するっていうので、お互い関連付けるのは目的関数レベルでの話なので、データに対して何か処理をしないのでデータサイズは変化しないっていうのと、あとまあ僕がちょっと話したそのモダリティが違うと、例えば NMR と、マスのデータみたいな風に違う出どころから来たデータっていうのは、分布が違ったりするので、X の分解と Y の分解っていうので、おのおの分布を切り替えるみたいな、工夫がまあなさできるかなっていうのと、あともう一つ紹介し忘れたのが、紹介し忘れたやつがあったんですけど、共通因子と得意因子を分離するみたいな話があって、これか。これは、ライガーっていう手法の論文ですけど、これでわかるかな。まあ、行列が2枚あるときに使う手法で、あ、これとかいいかもしれないですね。違うモダリティのデータが2枚あります。こっちがまあ遺伝子だとして、こっちはなんかアタックセックとかなんかそういうゲノムの領域ごとの何かしらの値だったりとかします。あ、違う、あ、間違えました。これはバッチが違うやつですね。遺伝子という、列は同じで、この縦、行がおのおの違うっていう2枚の行列があったときに、分解していくんですが、まあ、ここのサイズが同じなので列が同じなので共通する因子行列があるっていう仮定は、今までの話と同じなんですけど、一方でこの E1 しか持ってない、パターンもある、E2 しか持ってない、パターンもあるっていうのを、まあ、因子行列として定義することができて、こういうのはこう1個にこうまとめてしまうと、どのパターンがこの行列で特異的で、どのパターンは2枚の行列で共通しているのかっていうのを、もはや分離することができないので、まあ、こういう解析をしたいのであれば、まあ、ここに分解した方がいいかなというふうに思います。その代わり、デメリットもあって、まあ、こういう実装、こういう分解するための実装ってなかなかないんですよね。マトラボでちょっとあるぐらいで、なんで試そうと思うと自力でスクラッチから実装するしかないっていうので気軽に試せないかなっていうのと、グローバルより収束が遅いっていうのが挙げられるかなと思います。あと余談ですけど、グローバルな分解をあえてローカルに分解するのを、まあ、僕も見たことがあって、
例えば N×P の行列があったとして、まあクロスバリデーションと間隔一緒なんですけど、まあ、分割してあえて M 前の行列にしてから CCA とかジョイント NMF とかやる と、この行列で、共通するようなパターンっていうので、まあ、再現性のある、どの分割でも入っているようなパターンというのが選ばれるっていうことで、なんか CV の代わりにこういうことをやっているような論文を見たことがあります。ただしすごくなんか希少なこの P 列のうち本当に 1,2 列しかないようなレアなデータっていうのが入っていて、で研究目的にそれをゴミじゃなくて、自分の研究目的と したい場合はこの分割によってこうどっかの分割に入ったり入らなかったりとかすると思うので、そういうなんかパターンは選ばれづらくなるというデメリットはありそうだなと思いました。最後ですけど CMF、CMFあ、これですね、コレクティブマトリックスファクタライゼーションで、こういうふうにこうタイル状にこう行列がこう配置されていて、でこれまで観測されたことないところはこう欠損値になっているみたいな状況をイメージして、それを、巨大なこうメタな行列だと思って解くっていうやり方で、ちょっと昨日、間違って説明してしまったんですけど、この CMF の解き方もやっぱりいっぱいあって、グローバルに解く人もいればローカルに解く人もいるんですが、このマリンカジトニックさんの論文は、まあ、グローバルに解いていたみたいで、なので単にこの1枚のでかい行列だと思って解いてたみたいです。で、しかも対象行列として考えているので、もしこの考え方をテンソルにまで拡張してやるのであれば、まあ、対象テンソルを作ることになるんだろうなとは思います。これは別に世の中にないんですけど、昨日僕は勝手に妄想しただけですけど、なんか ABC と CDE みたいな足があったとしたら、同じ分だけ足を生やして1個でも出てきた、モードは、全部並べるっていうのをやっていくと対象転送になるので、それに対してこう観測した部分っていうのをこの対象転送に埋め込んで分解すれば、対象な転送分解になるので、そうすれば何かしら出るかもしれないですが、ただ、メリットとしては欠損値が多ければスパースな転送なので高速化が期待できるかもしれませんが、まあ、そもそもスパース転送の実装ってないあんまりないんですよね。あるはあるんですけど、なんか実装が悪くてスパースとして扱った方が計算が遅いぐらいな感じがあって、普通のアレイで計算しちゃった方が早かったりします。あとは、まあ、Python だったら使えるかもしれないですね。だからあと同じオーダーの転送同士しかマージできないだろうなと思って、3回同士だから共通の転送として扱えるけど、まあ、それは行列の時も同じでしたし、形が違うものをマージできないだろうなっていうのと、同じところを観測した2つの転送があった場合どっち使うのか平均取るのかみたいな、そういうところもちょっと地名ではないかなっていう感じがして、まあ、ちょっと妄想してみましたが、あんまり汎用的なやり方じゃないなと思いました。はい、っていうのがまあ現状ですかね。何か、質問とかコメントありますかね。以上ですかね。じゃあ実習の方に移ります。
じゃあ、ハンズオンやりますけど、今日やるハンズオンの資料はここにあります。GitHub の、僕のアカウントのところですね。中央ユニバーシティ2022ってところにあって、この論文のデータ解析をします。はい、このページですね。で下の方に、ハンズオンの、ページへのリンクが貼ってあるので、今日は4番目の、血清学データ解析っていうところを使います。なので、まずこのページにアクセスしてください。で、もしかしたら、Google のアカウントを持っていないとこのノートブックの再実行はできないかもしれません。ただノートブックでこう1回実行した跡が残っているので、別に手元で動かさなくても、プロットを眺めるなりするだけでもいいかもしれません。はい、で、どういう解析をしたのかというか、データ解析するにおいてはまずそのデータがどうやって出てきたのかっていう経緯だったり、そのデータの値の意味だったりっていうのをきちんと把握しないと解釈ができないので、そういうなんか 分野ごとのなんか専門知識をなんかドメイン知識といったりもするんですが、なんか基本的にその機械学習人工知能のモデルっていうのはどんなデータに対してもなるべく使えるように設計はされるんですけど、とはいえ最終的な、意思決定は人間がやるものなので、そのドメイン知識というのは必ず勉強しないといけません。なので、ちょっと生物の勉強をしましょう。僕もそんな専門じゃないんですけど、今回の論文は新型コロナウイルスの、関係するデータですね。SARS-CoV-2 って言って、2019年に中国の武漢で、コウモリから誕生されたと言われているものが今世界中で回ってるんですけど、で COVID-19 っていうのはその SARS-CoV-2 によって引き起こされた感染症を、総称していっています。でコロナがどうやって体の中に入っていくかってことなんですけど、この SARS-CoV-2 の表面にスパイクタンパク質っていうものが、こう飛び出てまして、 S タンパク質とかとも言うんですけど、それが人間の細胞の表面にある AS2 とか TMPRSS2 といった膜タンパク質と相互作用すると細胞内に取り込まれると言われています。で結構そのウイルスによってどの膜タンパク質と相互作用するのかみたいなのもいろいろ調べられているみたいで、コロナの場合はですね、どこだっけな、鼻とか、なんか目とかそういう粘膜があるようなとことか小腸とかそういうところですね。そういうところだと AS2 とか TMPRSS2 とかいうのも出てくるので、ウイルスが侵入しやすいと言われています。それがどうやって発症までいくのかっていうと、ここで1回だが SARS-CoV-2 が細胞内にこうふにんとこう入ってくるわけですね。で細胞内で、ウイルスの中身が飛び出て、で細胞の中ではタンパク質を合成する機能や機構があるので、その、タンパク質工場をハックして自分の分身を作って、で細胞外に飛び出ていくっていうのをやります。だから、ウイルス自体は自分を増殖させる機能はないんですけど、人間のそういう、機構を、乗っ取ることで、自分を増やして、その宿主の、中で増殖するってことを、行います。
で、増えたそのウイルスに対して免疫細胞が応答するということで炎症反応を引き起こします。でこの論文の目的は、COVID-19 の重症度の違いを血清学の観点から探るっていうものになります。血清って何かっていうと、似たので血小ってのもあってややこしいんですけど、血清っていうのは血液をこう、抜き取ってそのまま放置しておくと、これなんか下に血平っていうこう血の塊みたいなのができて、でこの 上積みの液が残るんですね。でこれを血清というみたいです。でよく、似ている血小っていうのは、血液取った後遠心分離器っていうのをかけて、これ遠心力で、物質の、分子量の違いにこう沿ってこう、こういうなんか分割化を、行います。でそうすると血小板はこうより遠くの方にこう飛ばされるんですけど、その次が、白血球とか血小板 でこの上積みが 血小と呼ばれているみたいですね。で血清学というのはこの血清にどういった物質が含まれているかというのを調べる学問 で今回の場合は抗原タンパク質というものになります。で血清と血小何が違うかというと、その凝固因子というタンパク質が血小の方には入ってるんですけど、血清はもうこの凝固した後なので入ってないっていう、そのわずかな違いがあります。でこの論文はシステム血清学っていうふうに名乗っていて、僕も よく存じ上げなかったんですけど、多分ですけど、血清内の物質を網羅的に計測することでシステム全体を理解しようということを目指している分野だと思います。なんかこういうシステムなんとか学みたいなのはいっぱいあって、システム生物学みたいにこう細胞内の代謝の反応をなんか微分方程式で解くみたいな分野もなんか前に流行りましたし、システムウイルス学みたいなことを言う人もいますし、なんかその従来って生物学はこうなんか自分の注目する経路だ、パスの経路だったりなんか現象だったりをひたすらこう突き詰めていくだけで、それに関わるこう他の因子みたいなのは、無視していたんですけど、実験の計測技術自体がかなり進んだので、なんか全てが見えてしまってるんですね。だからそういうシステム全体の中で、自分が注目している現象はどうその、物質の変化と関係しているのかみたいなのを突き詰めたいっていうモチベーションがみんなあって、システムなんとか学みたいな、学問をよく作っています。であと抗体とか免疫グロブリン IG とか言いますけど、何かっていうと免疫細胞が作り出すタンパク質なんですけど、抗原に特異的に結合するタンパク質で、よく鍵と鍵穴の関係っていうんですけど、抗原っていうのはだから体に入ってきた異物のものとかをこう抗原とか言いますけど、それにこう特異的に結合するタンパク質っていうのを細胞は作り出せるんですね。B 細胞というものが作るんですけど、ざっくりと抗体にもなんか5種類ぐらい IgG、IgM、IgA、IgD、IgE というのがあって、よくアレルギーとかで関係するのは IgE ですけど、今回は IgG だけ見てます。で体の中にも、その IgE いくつが、どこにあるのかみたいな分布があって、そうですね、こんな感じになってますね。でその抗体っていうのはこういう Y 字型の構造をとっています。でこの先っぽの、可変領域っていうところがあって、これが遺伝子でいうと D 領、
V 領域、D 領域、J 領域っていう、遺伝子の組み合わせでできています。で、この組み合わせがめちゃくちゃいっぱいあって、そのせい、それで、あの、この抗体が取り入れる構造っていうのが、すごくたくさんあって、で、たまたまその抗原と、合致する抗体っていうのが生まれたりするわけです。で、今回の抗原っていうのは何かっていうと、もちろんコロナです。新型コロナウイルスなんですけど、その新型コロナウイルスが、構成するタンパク質っていうのを今回注目しています。さっき言ったそのスパイクタンパク質っていうのがこの S タンパク質ってやつで、あと N タンパク質っていうのもあるんですけど、S タンパク質はさらに、S1 と S2 っていう、サブユニットがあります。S2 っていうのはこの根元のタンパク質で、で S1 っていうのは、三量体、3つの、タンパク質が合体してできています。で、この S1 の、うちのもう先端部分が、変異が起きやすいと言われている RBD っていうところがあるみたいです。あと FC 領域っていうのを話すと、まだここら辺説明しないと全然論文読めないんですよね。申し訳ないですけど、FC 領域ってここですね。この Y 字の根元の部分が FC 領域です。で、この論文は結構シリーズものというか、実は著者らが昔やった研究の発展系みたいになってて、2017年にこの著者たちがまず独自に開発した実験技術があって、マルチプレックスド FC アッセイというふうに言っています。ざっくり言うと、どの抗体とどの抗原がくっついたのかというのを網羅的に測りたいということで作った技術で、まず抗原はビーズ状に配置されています。これ磁気ビーズっていって、蛍光磁気ビーズといってもものすごく小さい、サイズのビーズに、抗原がこう表面にくっついている状態です。抗原の違いはまあこう色分けされていて、でそれに対してある患者さんの、血液から抗体っていうのを取り出して ここに振りかけます。そうすると、抗体と抗原が合わさるので、どれがどれにくっつくかみたいなので、抗原抗体反応が起きます。でその後に、この抗体の FC 領域に特異的に結合する抗体っていうのがまたさらにあって、それを混ぜて、混ぜることで、その抗体の特徴を取り出すことができます。どんな抗体だったか、IgG なのか M なのかみたいなのを区別することができますし、その FC 領域にくっつく受容体は何なのかっていうのも分かるし、補体っていう、まあ、ものとかレクチンっていうタンパク質とかも、どういうものがくっついているのかみたいなのが分かります。でこのビーズを、フローサイトメトリーっていう実験装置に流すと蛍光強度っていうものが測れるので、その値を調べることによってどのビーズとどのこのオリジナルの抗体の組み合わせが今、そのフローサイトメトリーで通ったかっていうのが分かって、最終的に、こういう数値データになります。フローサイトメトリーってじゃあ何なのかっていう話なんですけど、微小な粒子を流体中に分散させて、その流体を細く流して個々の粒子を光学的に分析する測定手法の総称というふうな説明がありました。なんかすごく細い管にさっきのビーズをこう流していくんですね。あ、こっちか。で、細い管を通っていく過程で横からこうレーザーを当てると、
まあ、光が、検出できるので、その光の波長によってどういう物質が今通ったのかっていうのを分析できるっていうのがフローサイトメトリーっていうもので、まあ、この微細な粒子っていうのは今回ビーズだったですけど、まあ、細胞とかを流す人もいますし、まあ、そういうものをですね、なんで光の強さを最終的に、物質の量だと思って解析するっていうことをやってます。最後ですが、COVID-19 の患者で今回、分類があって、ネガティブっていうのが、まあ、患者じゃないですね、コントロールで、患者じゃない人をネガティブと言っていて、モデレートっていうのは軽症、シビアは重症、ディシーズドっていうのは、亡くなった方の、ラベルです。でやったこととしては、圧生データ蛍光強度のデータっていうのがあって、それが438サンプル分あります。サンプルって言ってるのは、まあ、1人の患者から複数回計算を、計測を行っているので、患者数とイコールじゃないので、まあ、サンプルと呼びます。で見た、抗原は、6通りで、あ、さっきのあれですね、S タンパク、RBD、S1、S1、トリマー、S2、N のこの6通りを見ました。で抗体の方は、まあ、IgG の中でも1、2、3みたいなサブクラスがいっぱいあるので、まあ、そういったものを見て11通りあります。なので、438サンプルかけ6抗原かけ11抗体、受容体みたいなの3回転数に、なります。でこれに対して、まあ、いろんな前処理もあるんですけど、最終的に CP 分解をして2次元に落としたみたいです。でその分解から得られた結論としては、この2つのパターンだけで分散の 74% を占めていて、だからかなりこの2つのパターンに属するデータが多いということを言っていたのと、あとコンポーネント1は急性的な発症するものに関係した抗体、IgG3、IgM、IgA みたいな、こういうタンパク質が、じゃあ抗体が関係しているのに対して、コンポーネント2は長期型、IgG1 というのがそれに関係するみたいなんですが、まあ、長期型の、ものに関係しているということでした。はい、事前知識以上です。で、じゃあ、解析をしてみましょうということで、こっちですかね。あ、でちなみになんですが、論文のページはこれです。で、大体そのデータを公開している場合はデータアベイラビリティとかサプリメンタルデータとかそういうところを用意されていて、まあ、今回 GitHub でこうリンクがありますね。あ、いや、コードはGitHub に置いていて、データはここ。あ、ちゃうか。ゼノドって、DOI っていうものを発行してくれる、サーバーですね。URL よりもうちょっとちゃんとしたやつみたいなので。でコードは、こうなってますし、Python ですね。でこの中に、データ
というディレクトリーがあって、今回のコロナのデータはこの ZOHA コブデータっていうこの CSV ファイル で、これを加工しないと転送でならないんですけど、加工のための Python コードはどれだったか覚えてないですけど、多分このデータインポート PI だった気がします。なので、まあちょっと Python のコードを解読してあれでもう一回やったって感じになります。これはノートブックってものなので、各このセルに対してこう実行っていうのを行うことができて、シフトエンターを押すと、そこのセルが実行されます。もしGoogle のアカウントを持っている方がいれば、ここで再実行することもまあできますし、計算し終えた結果も残っているので、あえてやらなくてもいいかもしれないです。この、Google コラボラトリーというのはクラウドサービスなので、この今行われている計算というのはこのラップトップで計算されたわけじゃなくて、どっかの国の、サーバーが計算をしています。で、今これ何をしているかというと、この解析で必要な Rtensor、ggplot2、dshape2、Rcolor Viewer というパッケージをインストールしようとしています。インストールパッケージってここはそうですね。ちょっと処理が時間がかかります。でももう半分ぐらいは終わりましたかね。再実行しなくてもいいんですけど、あえてここでは僕はしてみようと思います。はい、今終わりました。終わるとこういうふうにチェックマークがつきます。小さいかな。その後、ダウンロードしてきたパッケージを R にロードします。これはライブラリーって関数を使うとできます。はい、終わりです。シフトエンターを押すだけですね。ちなみに試してる人います？再計算とかやってます？やってもやんなくてもいいんで、この画面眺めてるだけでもいいかなとは思います。一応やってます。どっちでもいいです。で、セッティングとして、ちょっと出てくるプロットのサイズがちっちゃかったりするのと、論文の図と合わせるためにちょっと縦長にこうしたいので、その設定をここでやりました。シフトエンターで、さっきのゼノ堂のサーバーからデータを取ってくるんですが、取ってきて前処理して転送での形にするとこまで1個の関数として書きました。ロードセオロジーって関数にして、ここに一時ディレクトリーがあって、これも一時的なファイル名だとして、ダウンロードファイルっていう関数を使ってさっきの URL のとこに置いてある、データを丸ごとダウンロードして一時ディレクトリーに置きました。ではここの産業ですね。で、その落としてきたファイルを解凍するというのが unzip で、解凍したディレクトリーの内部に、sysl データ、zoha コブデータ csv ってさっきのコロナのデータがあるので、それをReadCSV っていう関数で読み込みました。で、テンソルを、
テキストファイルで保存するのって結構難しいですよね。奥行きがあって、スプレッドシートみたいなイメージでこう2次元平面であればこう CSV って間膜儀のファイルで保存しやすいですけど、テンソーだとさらに奥行きがあるので、なかなか面倒くさいんですけど、このチームは、前処理をしてこの CSV のデータをテンソールの構造に持っていきます。どうやったかな、ちょっとデータこの汚い整形は、ちょっと若者は知らなくていいかもしれないんですけども、一応なんだろうな、抗体と抗原の組み合わせごとにこう、値が入っていて、かつ、サンプル ID も添えてあるみたいな、スプレッドシートになってて、これまあ分離して、どの抗原とどの抗体の組み合わせでどのサンプルだったかっていうのをこう、わざわざこう分離して 11×6×438 のテンソ図にここではしています。ここですね。で、論文によると対数変換をしたと書いてあって、なのでまあ、あとマイナスの値を取っているところがあるみたいで、そこには10を代入してから、60で対数変換を取ったということだったので、まあ、その通りにやってみました。あと中心化、3番目だから、各サンプルごとに抗体と抗原の組み合わせの傾向強度が出てくるんですけど、その平均をゼロになるように、中心化を行いました。平均をゼロにする処理を行いました。で、最後、これはあれで言うと、配列っていうオブジェクトなんですけど、これを R テンソルのテンソルオブジェクトっていうものに変換するためにアズテンソルという関数をかまわせて、これでテンソルですね。で、あと、元の CSV ファイルの、スプレッドシートに、その患者が重症度でいうとシビアなのか、ディシーズどうだったのかとかそういう情報が書かれているので、それはグループっていう名前で、別の行列として切り出しました。なのでこの関数を実行することによってデータを取ってきて整形して最後こういうオブジェクトとして返すってとこまでをやってくれます。でこれを実際に実行してみると、このゼノドーのサーバーにまずアクセスしてデータを取るところからやるので、まあ、ちょっと遅いんですが、ちょっと待ってみますかね。ちょい待ちでお願いします。あ、なんか失敗している。
通にここではダウンロードできますけどね。なんだろう、ブラウザーでクリックしたときは普通に落とせるんですが、なんかコマンドでやるとダメですね。これ前は動いてたんですが、まあやらなくてもいいんですが、一応こういうファイルの中にさっきゼノドのサーバーで見たファイルディレクトリーたちが入ってます。でこれの中の、sys ロードの、データのソファーコブデータ CSV ってこれを R のコマンドで、取ってきてたわけですね。でこういうスプレッドシートになってて、サンプルの ID、患者の ID、年齢、性別、陽性か陰性かとかそういう情報と、であとグループとして取ってきたのがこの列で、シビアかネガティブかみたいな情報ですね。で、これをずっと見ていくと、IgG1 と S タンパク質がくっついたものの蛍光強度みたいなのがこう出てくるわけですよ。でこれが 全組み合わせあって、これがバーってくるとあるので、まあそこをまあ丁寧に切り出して3回転送にしたっていうことです。はい、前まで走ってたこのコードが今日急に動かなくなったので、何が起きたのかはよくわからないですが、まあどうせ計算した跡が残っているので、まあその下をじゃあ見ていきます。で R の、CP 分解の CP って関数を、あれは落ちてる、よくわかんないですけど、今度はうまくいきましたね。なんか確率的にうまくいったりうまくいかなかったりしてよくわかんないですが、これでセオロジーデータというオブジェクトに、落としてきたデータ、落としてきて整形されたデータが格納されて、そのうちの COVID-19 っていうの、いう要素とグループっていうものがこういう名前で、まあ、R のオブジェクトとして出てきました。これ COVID-19 の方は転送なので3回転送なので、これを R 転送パッケージの関数に適用することで転送分解ができるようになります。で最初 R の CP っていう関数を試したんですけど、まあ、CP 分解の関数なんですけど、ちょっと計算がかなり不安定だったので、論文とはちょっと条件が変わっちゃいましたけど、HOSBD の方で計算をしました。ランクに関しては、論文が言っている、ランク2を、あらゆる方向で試して、まあ、CP と同じような条件にしました。で、まあ、そんなにデータサイズはないので、まあ、計算はこんな感じで一瞬で終わっちゃいます。で、これによって、どういう転送分解がなされたかというと、あ、これでいいのかな。
違った、これだっけ、これか、もう一回言うと、レセプターっていうのが免疫グロブリン、抗体だったり、それにくっつくタンパク質、受容体だったりっていうタンパク質のことを言っています。で、まあ、こういった種類があって IgG1G2G3A1A2M を見ています。あと FC 受容体っていうのでも FCR の、なんだ、アルファとか 2AB、 いや 3A3B みたいなのがあって、でアンチゲンの方はコロナのスパイクタンパク質のパーツだったりして、サンプルはさらにこう種類としてはネガティブ、マイルド、モデレート、シビア、ディシーズドみたいな、こういう分類があるわけですね。これを分解して、で各因子行列のランクは2と設定されています。でランク2までで、まあ、大体 75% の分散を説明できると言っていて、なので、まあ、この論文の出てきたこういうパターンたちを問い合わせるかっていうのをちょっと見ていきます。でまずレセプターのパターンですね。レセプターに関する因子行列はこのレスタッカーの U の1番目に入っているので、それを、まあ、ゴニョゴニョ整形しますと、この整形は、この GG プロット2っていう関数を使う上で、まあ、ちょっと形を変えないといけないのでやってるんですが、こんな感じで GG プロット2で、プロットの設定をいろいろ書いていくと、こういうさっきの論文の図のようなフィグを出すことができます。どうですかね。で論文的にはあ、書き込みがあった方がいいか、ちょっとお待ちください。ちょっと汚くて申し訳ないですけど、こうですね。だからレセプターのパターンはまずコンポーネント1がこういう IgG1 以外のもの、特にこういう FC みたいな表面膜タンパク質とかが、出てくるようなパターンで、一方2はIgG1 が出ると言っています。どうでしょうか。まあ、そのような気はしますね。ちょっと IgG1 というより IgG2 も入っちゃってるんじゃないかというような感じです。でちなみに、皮膚値の転送分解とかじゃない限りは、符号が反転した回も出てくるので、今回それが出ちゃっています。これはマイナス方向に大きく、外れているので、こう赤く、濃い色が出ていて、一方こっちはプラスの方向で、出ているので、解釈が難しいんですけど、とりあえずこの1本でのベクトルで見たときに他と大きく、値が外れているところっていうのを注目すればいいかなと思います。
一応 SVD はまあ乱数を使わないで毎回同じ結果が出てくるので、まあ計算のたびに同じ、プロットになります。今度は、光源に関するパターンを見てみましょう。同じように、レスタッカーのうちの2つ目の因子行列を取り出して、ゴニョゴニョ整形していて、ggplot2 っていう関数を使ってフィグを書くとこうなります。論文と見比べましょう。論文では、ここでは特に光源に関してパターンは出てこないかったっていう結論でしたけど、どうですかね。なんか1番目はそんな感じしますけど、2番目は微妙に違いますね。こんな感じで、まあ論文の結果っていうのは結構再現させるのが難しいです。どっかが違うんだと思うんですけど、この論文は Python の Tensory っていうパッケージを使ってるんですけど、僕は R の RTensor を今回使ったので、実装が違うと細かい前処理だったりとかそういうところで違いが発生しうるので、そういう違いだったかもしれないですし、なんか論文に書かれてない、コードにも書かれてないなんか特殊な工夫があったのかもしれないですし、またあとテンストリーの CP 分解の関数を使ったんだと思うんですけど、まあ、毎回乱数のたびに結果が変わりうるような状態だった場合、その結果を再現するのはなかなか難しいですよね。という感じで、まあ、いろんな原因があって、まあ、再現性はなかなか取れないです。最後、サンプルに関するパターンです。同様に、今度はレスタッカーの3番目の因子行列を取り出しまして、整形して、ggplot2 でプロットしてこう書きました。で、どうかな。論文だと、シビアとディシーズと、のところを注目していて、そこで、コンポーネント2かな、で、なんかわずかな違いが出てくると言っていて、まあ、確かにこんな感じで、ディシーズとは、マイナスの方向にあるけど、シビアはプラスの方向に値がいっているので、そこで間違いが出ているようです。だから、血清学的には、そのまま亡くなってしまう人と、まあ、重症でなんとか持ちこたえるところに何か差があるのかもしれないというのはディスカッションで言っていて、これらをこう分離するための教師あり学習をロジスティック回帰で行っているんですけど、正確性で言うと AUC って値で 0.73 とかそういうぐらいなので、なんかそこのところを何かこの結果で探れるんじゃないかと言いつつ、その後の詳細はよく知らないんですね。そんな感じでした。そうですね、これで血清学のハンズオンは以上になりますが、何か質問とかありますか。Thank you.
やっぱり、大変性がないってのはあるんですけど、はい。地域に変化して、やっぱり、すでに実感が大きいので、正解ランクと同じランクを設定できた場合は割と安定している感覚は持ってますけど、大きく違うと計算がかなり不安定になりますし、収束悪いイメージはありますね。こういうデータが多分正解してランクってないから、そうですね、実際のランクで小さいランクでやってるのが一番ないと思います。実際のランク小さいはず、あ、まあ、2が小さい、うん、はい、まあ、困りますね。これはそんなこと触れなかったら、はい、例えば医療を使われた応用をするときに適宜違うんだっていう、そうですね職種で違い、いろいろ出てくるのに、そのうちの1個が論文に載ってて、その後の医療現場の意思決定に使われちゃったら結構たまったもんじゃないですかね。バイオリンのアルゴリズムは初期で言っていない人が多いんですけど、はい、あんまり論文がなっちゃうんですか。あんまり研究センターでなっているとか理解してこういうのが良くないのかなって思っています。まあ、僕が査読だったら絶対突っ込みますけどね。何回かやって同じような結果が出ているのをなんか示してほしいとは言います。多分この論文は多分してないと思いますね。うん、まあ僕もそう思いますね。僕はこういう問題があるって思って、こういう問題が取れないとか、うん、いうことを言ってきてるのに、コードがあっても今から変わっちゃうっていう意味で、こういう現状がないかもしれない。気にされてないこともないと思いますけどね。僕は気にしてますけどね。いや、私は先生が私にしてるんですけど、基本的にはまあ、そうですね、大体毎週のリアブロとかいうのを言ってるんですけど、はい。まあ、乱数の違いでいろんな結果が出る場合は、その複数の試行の結果の平均を見るなり、一番誤差が小さかったやつを採択するなりして、あと他のユーザーにも同じことをやってほしいのであれば、乱数は固定して、その乱数値を必ず公表してほしいですね。サムっていう、サム、あ、マイクロアレイですか。マイクロアレイですから、もうあれはやっぱピーナッツとかに売ってるやつなんですけど、はい、アユシーなり素数変わっちゃう、
だからまあどの程度かによりますよね。なんか本当にめちゃくちゃな結果も出てくる場合もあれば、逆に TSNE とか UMAP とかってまあ乱数変えてもまあ回転はしちゃいますけど、そんなに劇的に転換の差が変わっちゃったりはしないですよね。クラスターの位置関係は変わっちゃうんですね。うん、そうですね。クラスター自身は安定なんですけど、クラスター同士がどういう位置関係なのかは実名とか UMAP とかなり変わっちゃうんです。で、それはそのクラスター間の距離関係は当てにしないでくださいと言ってるんで、あの開発者というかあの、コミュニティ全体が。まあ、でも、特にウェブサイトとかじゃないって違うこと全く分かってないし。ああ、まあ、あの図を見て解釈しちゃいますよね、どうしても。うん、こんな感じですかね。なんか全然そういうのは使えませんけど、一応 TSNE UMAP を使う場合は、これは可視化のために使っているだけですっていう立場を取った方がよくて、あの TSNE のこの点の位置とか色分けのグループ分けの結果とかを見て、こうこのクラスターの方がこれとこのクラスターと近いだとか、なんかここには分化経路があるはずとか、そういう解釈を、だからあの図を見て何か仮説を生み出すのは良くないと思いますね。だからプロのバイオインフォマティシャンはそんなことやっちゃダメです。他に何か質問とかコメントはありますかね。ちょっと分野が違うって難しいですかね。基本的にあのどんなデータサイエンスのとこでもなんか結構基本的な、モデルは同じだったりするんですけど、そのやっぱりこういう前処理とかですよね、あの ここら辺とかはできないですよね、なかなか。あと出てきた値これ何とか IgA2 って何ですかみたいな、そういうところがまず分からなくないから、まあ調べるんだと思うんですけど、まあ、はい、そうなんですか。彼らはもっと分かりやすいデータいくらでも持ってるから、このわけが分からんのを持ってるから、何でかって言うのは現実世界で出てくるデータは汚いので、いや、こういうスポーツ解析とかそういうやつをする人は、はい、現実が何もないし、結果もわざわざこのままに手を出すっていう方法さらにない。何がおっしゃりたいんですか。いやいや、今その、現実のデータだと、はい、あの難しいですかねって話をしたから、現実データが難しいっていうのは、その事前知識が必要とかしていて、現実データがさらに難しいですか、ドメイン知識の特徴が高すぎる。あ、今回の題材がどうですか。うん、ここにいる人はどうなってるかっていうこともあるけど、なかなか難しいです。なるほど。じゃあ、まあ次回があればもうちょっと簡単なデータを用意しようと思います。じゃあこれでとりあえず講義は終わりですかね。